はい、皆さんこんにちは、マグロレッドです。今回はシャドバの新カード1枚独占公開させてもらうことになりました。しかもですね、ゴールドレジェンド枠では最後の1枚ということで、まあ、なかなか期待も集まってるかと思いますが、アルカナのねゴールドカードになります。では早速、新カードの方を見ていきましょう。マインドディバイダー、クラスネメシス、5コストで進化前44、進化後66スタッツになっています。自分のターン終了時、自分の残り PP が1以上ならカードを1枚引く、3以上ならそのコストをマイナス2する。ファンファーレ、自分の PP を自分の場のフォロワーの数と同じだけ回復という効果になっていますが、まさかの PP 余らせテーマ2枚目の紹介になりますね。もう僕担当みたいになってますが、前々回後陣の暗記使いというカードを紹介させてもらいまして、続いて2枚目の紹介になります。でもね、いい加減この PP 余らせテーマの、正式な呼び方といいますか、名前を知りたいなと思いまして、サイゲームさんに聞いてみたんですが、どうやらね、サイゲームス社内でも決まっていないということらしいです。はい、なのでまあ各々好きに呼んでいいんじゃないかなと思います。そのうち狂乱みたいな感じでね、正式なキーワードつけてほしいなと思いますが、まあまあそこはいいや。ではこのカード、マインドディバイダーについて考察をしてきましたんで、ここから先はね僕の考察を聞いてもらいたいと思います。結構ね、考えれば考えるほどいろんな使い方、強い使い方あると思いますんで、それらをねぜひ聞いてもらいたいです。では早速考察の方に移りましょう。まず最初に考察したいのはこのファンファーレ能力ですね。自分の PP を自分の場のフォロワーの数と同じだけ回復するという効果なんですが、これもちろんねフォロワー全部なんで、マインドディバイダー自身も含みます。なんで最低でも 1PP は回復できる効果になっているんですが、ただまあ 1PP 回復で使ってもあまりにも弱いですよね。まあたまに使えるかもしれないんですが、やはりね 3PP、4PP と回復して初めて使えるカードになると思います。なんですが、シャドバでねフォロワーが生き残ってターンが回ってくるってことはめったに起こりませんので、できればねマインドディバイダーと同時にフォロワーをプレイしなければいけませんよね。そこで使いたいのがネメシスならではのあのカード、操り人形です。はい、この操り人形はねゼロコストフォロワーでありながら事前にハンドに加えておけるカードになってますから、マインドディバイダーとの相性は半端なくいいわけですね。極端な例を挙げると、操り人形4枚を手札に作っておけば、マインドディバイダーがね実質ゼロコスでプレイできてしまうというわけです。でさらにね、人形は突進能力を持っていますから、盤面ロックの心配もありません。自滅して2枚目のマインドディバイダー、さらに自滅して3枚目のマインドディバイダーという、まあ、とんでもないムーブも可能というわけですね。まあこれは極端な例なんで、こんなにうまくいくことはほとんどないと思うんですが、マインドディバイダーとね人形の相性の良さっていうのはもう間違いないことだと思います。ただ肝心のね人形生成カードがあまり強いものがないんですよね。まあちらほらあるんですが、例えばねあのパペットショックだったりとかリヒトだったりっていうカードはまだ残るんですが、ちょっとね層が薄い状態ではあります。で中でも例として挙げたいのがこの後陣の暗記使いですね。前々回紹介させてもらったカードでもあるんですが、まさにドンピシャの性能をしてます。PP 余らせ軸でありながら人形を加えるカードなんで、もう取ってつけたかのような相性のいいカードになってますね。なんでまあ紹介させてもらった今回のね、マインドディバイダー召喚させてもらったのもこの辺のつながりがあるんじゃないかなと勝手に思ってますが、そしてもう1枚新カードのパペットインバースという、カードもあります。これが人形軸をねだいぶ強化するカードでして、まあ、これが出てくるってことはブロンズシルバーの人形生成カードを期待していいんじゃないかなと勝手に思ってますが、まあ、そのカード次第でまだまだね、マインドディバイダーの評価は変わってくると思います。2つ目の考察は PP 余らせテーマについてです。一部のカードはねカルラだったり、あとコンセントレート、ターミネートマシンベアあたりは、まあ、構築でも採用されたんですが、基本的にこの軸として使われたことあんまりないですよね。ローテーションで活躍したことほとんどありません。ピックとかではね柔術とか暴れてデキになったりもしたんですが、ローテではあんまり、振るわなかったというテーマなんですが、新カードディメンションドミネーターというカードが非常に強力なこの余らせ軸の、期待のカードになっております。こいつがねファンファーレで 2PP 回復能力つけたりとか、あと進化することによってね毎ターン 1PP 回復する能力をつけれますんで、余らせと非常に相性がいいですよね。余らせは並べれば並べるほど、効果が重複して強くなっていきますから、まさに、マインドディバイダーとのシナジーもあると思います。フォロワーね一気に展開できればそれだけ回復能力も働きますから、なのでまあ余らせテーマ今までは微妙でしたが、ディメンションドミネーターの存在はかなり大きいんじゃないかなと
もちろんまだねブロンズシルバー見れてないですから、その辺に余らせ軸の新しいカードあればまた変わってくると。コンセントレートみたいなね、いつでも打てる感じのカードが欲しいところなんですが、まあそういったカードに期待は、できますし、ディメンションドミネート自体がね非常に強力なレジェンドになっていますから、これ余らせ軸はね今までよりだいぶ立場は良くなると思います。3つ目の考察は、引いたカードのコストをマイナス2するという効果です。まあこれシンプルで非常に強力ですよね。例えばカイザーインサイトみたいに超高コストフィニッシャー、まあ、なかなかシャドウの環境ではプレイしづらい、10ターン目回ってきませんからプレイしづらいカードになってるんですが、これで下げればね早い段階でのフィニッシャーのプレイも可能です。でカイザー自身ね素引きしてもアクセラでハンド回せますし、人形との相性もいいですからね、結構スムーズに採用できるかなと。で、まあこれはもちろん上振れですよね。カイザー引いてくるなんて滅多に起こらないことだと思いますが、もちろん余らせ系だったらどれ引いても強いです。カルラ引いてきたりすればねもちろん強いし、まあコンセントレートは唯一裏目というか引いちゃうとまずいカードになるんですが、他の余らせ系だったらね、複合すればするほど強い能力重複していきますから、まあ、だから余らせ系との相性は非常にいいですよね、このコスト軽減効果。なので余らせ系でありながらマインドディバイダーは余らせ系をアシストするような能力でもあるということで、非常にこのテーマにおいては重要なカードになると思います。はい、というわけでマインドディバイダーの僕なりの評価、結論になります。単体では強いんですが、まだまだね軸としては弱い、成立しづらいのかなと思いました。はい、やはりマインドディバイダー自身は余らせとも人形とも非常に相性が良く、パワーもねそれらを使えば十分発揮できるカードになってますんで、考察からはね強いと判断しました。ただね人形軸も余らせ軸もフィニッシャーが足りていない、フィニッシュ力不足なのは未だに変わらないかなと思いますね。一応ねゼルガネイアの追加によってビズヤと合わせて OTK プランは手に入ったんですが、まあそれ10ターン目の話ですからね、守護美書のような遅いデッキが台頭してくれれば決まるかなとは思うんですが、逆に僕が今一番強いと思ってる狂乱バンプ、狂乱バンプがね環境を取るようであれば、バーンダメージに耐えきれませんから、やはりそういう低速なプラン、コントロールプランが中心になってしまうと勝ちづらい環境になるかなと思います。なのでそういう環境予想をした上でちょっと軸としてはまだまだ微妙かなという結論ですね。ただまあ皆さん、明日ブロンズもシルバーも全部の発表控えてますから、全然ねもちろん覆りかねないというか、覆って当たり前だと思いますね。残りのカードも楽しみになってきましたが、またね生放送とかで皆さんと一緒に見たいかなと思っています。まあとりあえず今回の、結論、そして僕の紹介はこれまでになりますが、皆さんご視聴ありがとうございました。そして、サイゲームさん、またね新カード紹介させていただきありがとうございました。もうここまで余らせ2枚、もらったので、絶対この軸はね使いたいというか、しっかり結論構築を、僕なりに見つけたいかなと思いますんで、またそれもね使っていきたいです。というわけで今回の動画はこれまでになりますが、ご視聴ありがとうございました。それでは。